マルティン・ウーデゴールは、ノルウェー・ブスケルー・ケンド・ランメン出身のサッカー選手。アーセナル FC 所属。ノルウェー代表。ポジションはミッドフィールダー。日本語での表記はメディアでも統一されておらず、ウーデゴール、ウーデゴールは、ウーデガルト、エーデゴール、エデゴール、エデガールトなど、様々に表記されている。ストレームスごとセトの下部組織に加入し、14歳であった2013年に、 トップチームの練習に参加するようになり、バイエルミューンヘンとマンチェスターユナイテッドを短期間の練習のために訪問した。2014年1月、まだプロ契約は結んでいなかったが、トップチームに昇格することにウーデゴールとクラブは合意し、その合意の一部として、週に2日間の午後に、父がコーチの一人を務めるクラブでの練習にも参加するようになった。 2014年4月13日、オーレスン戦でトップチームデビューを果たし、エリテセリエン史上最年少でプレーをした選手となった。2014年5月5日には2015年まで2年間のプロ契約を結び、2014年5月16日に行われ4から1で勝利したサルプスボルグレイ8戦でチーム4点目を記録し、エリテセリエン史上最年少ゴールスコアラーとなった。 7月16日に行われ、0から1で敗れたステアアブカレストとのチャンピオンズリーグの予選2回戦に交代で出場し、ヨーロッパの大会でのデビューを果たした。アウェーで行われたサンドネッセンでは1ゴール1アシスト、チームメイトが失敗したものの PK を獲得する活躍をし、試合後にはメディアの間で A 代表への招集可能性について議論が交わされるようになった。 2014年8月15日に行われ、3から2で勝利したスタルト戦では、左ウィングのポジションで出場し、3ゴールすべてを、お膳立てした。レアル・マドリード・カスティージャでのウーデゴール、EU 圏内での移籍が可能となる16歳になると、もともとファンであったリバプールをはじめバイエルン・ミュンヘンや、FC、バルセロナなど30を超える海外クラブが視察を、行い、 ウーデゴールも様々なクラブの練習に参加した。その後、2015年1月22日に6年契約で、スペインのレアルマドリードに移籍した。トップチームで練習を行いながら、主にレアルマドリードカスティージャで試合に出場する契約となっており、ウーデゴールは入団会見で、世界で最も偉大なクラブに所属するのは夢と語った。 北京国安属級クラブとの親善試合でデビューすると2アシストを記録。2月8日のビルバオアスレティック戦で公式戦デビューした。2015年5月23日、リーガエスパニョーラ最終節のヘタフェ戦の後半13分、リーグ戦ではチーム史上最年少となる16歳157日でデビューした。しかしトップチームの攻撃陣の分厚い層に阻まれ、 トップチームに定着することは叶わず、それからもカスティージャでプレーした。スタッドレンヌへの期限付き移籍も報じられたが、2017年1月9日、オランダエールディビジの SC、ヘーレンヘーンへ期限付き移籍した。契約詳細は非公表だが、加入期間は18ヶ月間で、2018年6月までと報じられている。移籍1年目の2016から17シーズンは、 リーグ戦14試合に出場するも、無得点に終わり、不完全燃焼のシーズンに終わった。2017から18シーズンにより、背番号を10番に変更。2018年8月21日、不鉄製期限付き移籍した。2019年7月5日、レアルソシエダへ2020年6月30日までの、レンタル移籍が発表された。 8月25日の RCD マヨルカ戦で、スペイン一部での初得点を記録し、その後も一時は、暫定州にも位置したソシエダの校長を支える、活躍を見せた。シーズン終了後、期限付き移籍の期間を短縮してレアルマドリードに、復帰を果たした。2020から21シーズン初戦であるフルスレアル、ソシエダ戦に先発出場した。しかし、 監督ジネディーヌ時団の信頼を勝ち取れず、2021年1月にはアーセナル FC へのレンタル移籍の可能性が報じられた。2021年1月27日、アーセナル FC への2020から21シーズン終了までのローン移籍が発表。同年1月30日、プレミアリーグのマンチェスターユナイテッド FC 戦で途中出場し、アーセナルデビュー。 同年2月14日、プレミアリーグのリーズ戦でアーセナル初先発を果たした。同年3月11日、L のオリンピアコス戦で、ペナルティエリア外から無回転のミドルシュートを豪快に決めて、アーセナルでの初得点を記録し、敵地で3から1の勝利に貢献した。さらに、3日後の14日に行われた、プレミアリーグのトッテナムホットスパー FC 戦でも自身、プレミアリーグ初ゴールを決め、 ノースロンドンダービーで2から1の勝利に貢献した。アーセナルでのパフォーマンスは高く評価され、ミケル・アルテタ監督も再獲得の希望を語ったが、リーグ8位で終えたアーセナルは翌シーズンの欧州大会への出場権がないこともあって、対談することとなった。ノルウェー代表デビューしたウーデゴール2014年1月に、スコットランド代表、アメリカ代表、フランス代表が参加し、 トルコで行われた大会に U-17 ノルウェー代表のメンバーとして出場した。2014年8月19日、UAE 代表とスタバンゲルで対戦するノルウェー代表のメンバーに招集された。8月27日に行われた試合は0から0の引き分けに終わったが、1910年に記録された15歳と351日という記録を更新し、 ウーデゴールは15歳と253日という、ノルウェー史上最年少で A 代表デビューを飾った選手となった。2014年9月には U-21 ノルウェー代表に招集され、UEFAU-21 欧州選手権予選の最終戦にフル出場をしたが、チームはポルトガル代表に1-2で敗れた。2014年9月30日、ウーデゴールは、 ユーロ2016予選のマルタ代表、ブルガリア代表戦に向けた代表メンバーに招集された。10月14日のブルガリア戦の後半18分からユーロの予選における史上最年少となる15歳300日での出場を果たした。また、2015年3月29日のクロアチア代表戦では同予選で史上最年少である16歳101日で、 スターティングメンバーに名を連ねた。2021年3月12日、22歳という若さながら、ノルウェー代表の新キャプテンに任命されたことが、代表監督の会見で明らかとなった。個人、ありがとうございます。